宮崎県立サイト原稿古博物館は、宮崎県サ都市大字宮家座、サイト原西に所在する、考古学系博物館。国の特別史跡、サイト原稿文群そばにあり、同古文群についての展示を、おもとし、宮崎県内の遺跡や、考古学についての催しを行う。宮崎県の中央部、サイト原大地に広がるサイト原稿文群は、 両母参考地の男狭母塚古墳、女京保塚古墳を含めて319基が造営された巨大古墳群である。サイト現行古博物館は、東古墳群の考古資料を収蔵、保管、展示するほか、古墳時代や他の時代の様々な考古学系テーマを取り上げ、公開していくことをコンセプトとして、2004年4月17日に開館した。 日本列島全般の古墳時代についての展示のほか、南九州に特徴的な地下式横穴墓を含めた、サイト原古墳群についての展示、律令期に化け飼の民として扱われた早とについての展示も行っている。年に数回の企画展示のほか、考古学系講座や講演会、体験イベントを実施する。常設展示という概念を廃止、常に、 新しい情報を展示、提供する、として、常新展示という概念を導入している。また遺跡から出土した資料に直接触れて鑑賞し、体感的に学ぶことを目的とした、ハンズオン展示や、館内展示、設備の位置などを、造形的に示した立体サインを設置し、視覚、聴覚障害者にも利用しやすく、また来館者自らが主体的に学べることを目的とした。 ユニバーサルデザインを導入している。そのため、展示室には、基本的に純度や動線が存在しない。酒元の上、横穴部群移行保存多いやこの花館。ありがとうございます。